グレープカンパニーに所属する高岸博之と前田裕太からなる日本のお笑いコンビ。2015年1月結成。メンバーカラーの衣装をまとうティモンディ、高岸博之、前田裕太西美高校野球部の同期生として出会い、入寮した晩に最初に話をして、依頼仲が良い。この時は、高校に入学する前の2007年12月に M-1 グランプリで優勝した。 サンドウィッチマンの話で盛り上がったという、それぞれ別の大学に進学したが、進学後も互いの大学のキャンパスに行ったり前田が、高木氏に勉強を教えたりなどをしていた。高木氏が大学3年時に故障して、野球の道を断念して、野球はできなくなったが、他の方法でみんなに勇気を与えることはということを考えていたときに、東日本大震災を受けてのサンドウィッチマンの 復興活動を見て芸人ってすごい職業だと思ったことを思い出し、高岸から仲の良かった前田を誘って2015年にコンビ結成。コンビ名は高岸の夢の中に出てきた単語であり、そのままコンビ名とした。同じ事務所の東京ホテイソンとは事務所に入った日と初ライブが同じである動機。2020年2月21日。 YouTube チャンネル、ティモンディのベースボール TV を開設した。特別番組、ティモンディのやればできる。42.195別府を言った毎日、マラソン特別編が2021年2月7日に TBS 系列で放送され、これがティモンディにとって全国ネットでは初の冠番組となった。主に漫才。高氏の熱血で前向きなキャラクターを活かしたネタや、元、 サイビアキューブイ員であることを題材にしたネタなどがある。ネタは前だが、パソコンで作っているが高岸に、スマホで台本を送っても、台本だけで見ると意味がわからないとして覚えない。二人があってもネタ合わせより、キャッチボールを行うことが多く、ネタ合わせは、本番前に行っているため高岸はよくネタを飛ばす。M-1 グランプリでは2回戦を通過できたことが、ない。 高岸博之に関するカテゴリー、前田裕太に関するカテゴリー、ありがとうございます。